押せよ。ああ、いって、なんだてめえら、どういうことだ。急所を貫いたのに。もう一人はどこだ。隠せ。てめえは。だから、それを俺に言うかよ。殺せるもんなら殺してほしいぜ。まあ、無理か。させるか。しまった。うまい。なら避けねえよ。しまった。カトンは排斥しよう。すでにてめえは俺に呪われた。むちゃくちゃ痛えから覚悟しろよ。くらえや。させるか。あいつがあの図の中にいて初めてようやく呪いの術が完成することが推測できた。よし、術が解けたか確かめる。よし、つーか、おめえが遅えんだよ、角山。てめえ、わざとだろ。首なんか切りやがって、超スーパー激痛だ、クソ野郎。甘いな。
一度手を貸せと言った以上。あばいよ。そう何度も同じでも。やめろ！気持ちいい。大丈夫か？ああ、それよりアズマ隊長。まだかすかに脈がある。賞金首は割る。じゃあね、クソ野郎ども。私は医療忍術を。うん、もういい。もう俺はここまでだ。それくらいは自分でわかる。これじゃ、もう最後に長次、しかもる、お前たちに言っておきたいこと。アスマ先生の最後の言葉だ。いいの。お前は気が強いが、面倒見のいい子だ。長次もしかもるも、こいつら不器用だからな。頼む、長次。お前は仲間思いの優しい男だ。自分にもっと自信を持て。それと少しダイエットしない。そしてしかもお前は頭が切れるし、忍びとしてのセンスも他目にもなれる器だ。めんどくさがり屋のお前は嫌がるだろう。最後の一服を。煙が目に染み上がる。